皆さんこんにちは、ムカキンプロスペース研究家のフォルテです。今回プロスピートラジャーイベント更新が来たので、こちらのイベントを走る価値、進め方、残すべきエナジーについてなど解説していこうと思います。とりあえずですね、疲れましたという意見がね、もう皆さんかなりいただきました。本当にもうフェスタと来て、キャラバンと来て、もう最高のイベント続いた、よっしゃーっていう感じで、マーケットが来たのもだいぶ驚きましたけども、さらにトレジャーとね、もう前代未聞ですよね。ほんと皆さんもう周回しまくって、もうプロスピ嫌だって逆にね嫌いになりそうな人もいらっしゃいましたけれども、まあね、いろんな意見ありますが、まあとりあえずやっぱまあ結局は頑張って走りましょうっていう話をね、今回はしていこうと思います。はい、結論変わらないんですけどね。まあ、特に時期的に非常にいいイベントっていうところがありますので、その理由についてね、詳しく話をしていこうと思います。で、このチャンネルでは無課金初心者の方向きに効率よく強くなるための情報をね、発信しておりますので、今回の動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。励みになります。やっていきましょう。というわけでイベント解説していきます。プロスピトレジャー、まあ、これプロスピフェスタとかマーケットみたいな感じで、まあ、周回していく旨味があるイベントとなっておりますので、まあ、無課金の方でも累計報酬以降もね、しっかり試合をするチャンスとなっております。内容としては、試合でシャベルというものを集めて、そのシャベルでマップをたくさん掘るイベントになってます。1マップ3つの宝があって、3つ見つけると次のマップへ進むといった流れでございまして、まあ、その中で掘るだけでもね、アイテムゲットできたとか、そういうことになっております。試合は V ロード、試練、チャレンジカップが対象なんですけれども、1試合で試合するだけで3、で、自走作もすることでプラス3することができて、まあ、1試合で最大6シャベルをね、ゲットすることができますので、なるべく自走作をするべきといったところは、まあ、間違いないかなと思います。で、報酬に関してなんですけれども、まあ、周回する報酬と、まあ、1回掘った時にゲットできる発掘報酬、あとは財宝っていうのがたまにあるんですけど、その財宝での発掘報酬となっておりまして、まあ、1マップ3つ宝があるので、まあ、3つ見つけると次のマップへっていける感じなんですけれど、まあ、とりあえず6周することによって、まずね、この報酬がゲットできますので、もう最低限6周だけは絶対しましょうというところになってます。で、その後6周以降に関しては、このようにね、1周ごとにランダムボックスがあります。で、ここ S ランクとかあるので、かなり美味しいのかと思うかもしれませんけれども、まあ、ちょっと過去にね、データをすごく取ってくれてる方がいまして、試合にして600試合ですね、3000シャベル集めたデータをまとめて送ってくれた方がいたんですが、その結果こんな感じになっておりまして、まあ、ちょっと正直あんまり旨味がない感じですよね。まあちょっと周回数ね、これだけだと分かりづらいかもしれないんですが、まあちょっと走り方がね、違うのであれなんですけど、まあこの辺に関してはあんまり期待しない方がいいかなっていう感じになってます。で、最も旨味があるのがこの発掘報酬ですね。ここでの報酬がかなり美味しくて、まあスピメダル、エナジー、試練チケット、特訓コーチなどなどね、ゲットすることができます。で、こちらに関しても600試合分ですね。大体なんですけど、大体600試合分の、まあ、3000シャベルですね。3000シャベル集めたデータがこんな感じになっておりまして、視聴者さんからいただいたものなんですけど、ご丁寧にね、活躍ゲージ500の場合と700の場合でもね、比べて出してくれております。でこれで見ると、まあ、エナジー還元率としては、まあ、100試合した場合で、まあ、エナジー17とか20とか、そんな感じなんで、まあ、20% バックぐらいな感じってところを考えると、まあ、プロスピフェスタとかと比べると、まあ、ちょっとね、少ないんじゃないかと思う方も多いんですが、まあ、スピメダルと特訓コーチね、この辺はもう他のイベントにも圧倒的な差をつけてかなりね、ゲットできるイベントとなってますので、まあ、ぜひとも特に特訓コーチかな、ゲットすべきというところで、かなりね、走る価値があるというところになっております。でその特訓コーチを集める価値として、まあ、タイミング的にもすごく良くてですね、特訓 1.5 倍キャンペーンがあるんですが、こちらがおそらく、まあまあまあ、割と近めな感じにだんだんなってきておりますので、まあ、その準備としてね、特訓コーチはいくらあっても、まあ、その圧迫とかあんまないと思いますんで、気にせずでたくさんストックしておくと、まあ、いざ特訓 1.5 倍がね、来た時にすごく対応がしやすくなると思いますので、まあ、この機会かなりね、走るべき価値はあるかなと考えております。まあこの数字だけ見てもね、こんだけ集められるイベントってなかなかないと思いますね。まあスピメダルに関してもルーレットヒッターよりも明らかにこっちの方がいいんじゃないかなというふうに個人的にね、まあこのデータを見て思っております。というわけで毎度恒例のエナジーをどのくらい残すべきかについてね、解説をしていきます。まあ今後ね、エナジー使いどころがありますので、そこにしっかり間に合うようにってところで、まあエナジー使いすぎの予防の話をしていきます。で、まずエキサイティングの終了までで一旦リセットっていう感じで、まあとりあえずここまででね、しっかりエナジーを貯めていこうっていうところで話なんですけど、育成系イベントに関しては去年5月が全くなくて6月に2個来てるっていう感じだったんですが、今年の場合は5月にもう2個来てね、なんで6月はもうもしかしたらないっていう可能性が少し浮上してきました。まあ、だからこそ走るべきっていうところもあるんですが、まあ、ないと仮定すると、まあエキサイティングだけエナジー考えていけばいいので、まあそこで話をしていきます。まあ、結論から言うと、エキサイティング120連ね、60連 ×2 をしたい方はこの終了日、プロスピートレジャーの終了日の20日の15時
時、まあ、正確には12時59分なんですが、まあ、終了の時点で1920で、60連片方だけ引きたい方は690この時点で残していれば、とりあえずね、あの引きたい分は引けるといった感じになっています。まあこれは溜まるエナジー的にまあこんな感じだよってところなんですけど、まあ2段の終了日が一応去年が26日だったんですが、まあ土曜の更新はないというところで、とりあえず25日にね終了日と仮定しております。まあなんでこの終了日がプロスピトレジャーの終了日からエキサイティング2段の終了日がまあ36日あるんで、まあ1日30エナジーペースで1080溜められる感じ。で、9日前が1段の終了日だったので、まあ、16日が1段終了と仮定すると、まあ、27日間かける30エナジーで810貯められるっていう風になっています。まあ、なんで片方ね、あの1段だとしても一応間に合うっていう感じの数字になっています。まあ、900エナジーペースっていうところでます。若干少なめで設定はしてるのは一応まあランキングイベントがね TSR っていうところで、まあ、だいぶ少なめにしてはいるので、まあ間に合うかなと思うんですが、一応終了日で考えてはいるので、まあギリギリっていうことには変わりはないので、プラスアルファね、少し余裕を持っておくといいのかなっていうところになっております。はい。そこは注意してください。で、さらに、プラスアルファで、まあ、今後でね、エナジーを使いたいところで言うと、TS の2段とか3段とかあると思うので、2段をガチャ引く方は1500エナジーですね。60連で確定があるので、1500プラスしてください。で、2段ランキングで走る方は1000あればいけると思うので、まあ、プラス1000してください。で、TS3 段はガチャで確定がないので、ランキング走るしかない。で、結構競争が激しいので、まあ、2000ぐらい余裕を持ってください。で、セレクションに関してですね、7月のセレクション、8月のセレクションね、2段構成なんですが、こちらもまあ引きたい分ね、ある方はプラスで考えて余裕を持っておいてください。まあそんな感じになっておりますんで、まあとりあえず基準のエキサイティングっていうところのやつが基準だと思うんで、まあここからまあ考えてください。あ、原動機構築ガチャもね、あるんで、まあこれも無課金はぜひとも引いてもいいガチャではなっていますので、まあそれを引いてもね、しっかりさっきの基準のエナジー残るか、考えながらガチャを引くか決めてみてください。まあ僕個人的にはちょっと投手、リアタイのやたら強い投手ばっかり集めて、まあスピ解放でもいいんで、ちょっと投手コレクターになりたいなと勝手に最近思っていますんで、まあだとするとやっぱ TS や OB とかで結構レアな投手をね獲得しなきゃなっていうところがあるので、まあ結構余裕を持って一旦、煙突腰ガチャは引かずにしていこうかなと考えています。で、さっき話してなかったんですが、財宝のこちらの報酬に関しては、発掘コインとアイテムがゲットできるんですが、あんまりアイテムゲットできることがあんまないっていうところと、発掘コインは結構周回している方だとわかると思うんですけど、結構余るんですよね。まあ、このコインがあると、いろんなね、アイテムを交換することができるんですけど、アイテムも交換制限があるというところで、結局余っちゃうっていう感じがあるので、こんなに重要なところではないっていうところ。まあ、とにかく熱いのは発掘報酬っていうところだけ、まずは覚えておいてください。まあ、そんな感じで進め方に関してなんですけど、累計だけでいいっていう方と、まあ、周回がっつりする方によって結構違ってきます。まあ、これによって獲得できるアイテムの数がね、まあ、ある程度違ってくると思うので、まあ、分けて話をすると、先に累計だけでいいっていう方ですね。あんま時間が取れない方の進め方なんですけど、まあ、これはもうとにかく財宝をすぐ見つけようっていうのが、まあ、最優先で考えてください。まあ、1マップ3つ宝があるっていうところで、まあ、3つ見つければ次のマップに行ける。で、まあ、それが6個あるっていうところなので、まあ、いかに早く見つけるかが大事になっていきます。まあ、なんで初手は、まずモアイか、方角マスがね、絶対あると思いますんで、まあ、そこを必ず使っていってください。まあ、現状で言うとちょっと掘ってみますか。これになっていますんで、これをやっていくと、まあ、ヒントがね、得られますんで、まあ、これによって、ヒントを活かしながら、見つけていってください。一つ目をまず見つける。はい。今回で言うと、まあ、この横の列ですね。ここのどこかに宝箱があるっていう風になっております。で、この中で一つだけとは限らないので、二つある可能性があるので、まあ、可能性のあるところは、はじめは全部ね、掘っちゃってください。で、それが掘り終わったら、次にね、アイテムをできれば使っていきましょう。アイテムに発掘系アイテムと探知系アイテムっていう感じがあるんですけど、まあ、実際掘ってくれるのか、もしくは見つけてくれるのかみたいな感じなんですけど、まあ、こっちの累計だけの方は探知系のアイテム、コンパス、ソナー、ダウンジングロッドかな?かな?うん、こちらをま、使っていくといいと思います。まあ、これがあると、まあ、宝の位置、財宝の位置がわかるというところで、まあ、掘る回数少なくね、結構すぐ見つけやすくなっていきますので、まあ、最初の掘りが終わったら、次にね、できれば探知系アイテムを使って2個目をね、探していきましょう。で、2個目が見つかったら、まあ、あとはまあ、消去法で、まあ、見つけていくか、まあ、やたらアイテムね、交換すぐできる状態だったら、アイテムをもう一つ使うとか、いうところでやっていけば、まあ、結構ね、すぐ見つかるかなと思います。で、アイテムに関してはこんな感じで交換ができるんですが、まあ、使用制限があって、15時になると、そのね、交換可能数が、またリセットされますんで、まあ、15時になる前にね、できるだけ、まあ、1日ある分ね、どんどんアイテムは交換するように注意していってください。特に周回する方ですね。はい。続いて、周回する方向けのやり方に関してなんですけれども、
こちらに関しては逆に財宝は無視でも掘りまくるってことが大事になっております。まあ、先ほど報酬のところで話をしたんですが、財宝報酬は全然旨味がないというところがありますし、まあ、累計報酬のね、ランダムボックス、こちらに関しても、まあ、ビッグなアイテムありますけど、結局あんまし美味しくないといった感じになっておりますので、まあ、やっぱり一番熱いのはこの発掘報酬っていうところになってます。特訓コーチがね、やっぱ集めるとか、その辺が最優先だと思うので、とにかく掘りまくるっていうところで、宝に当たらないっていうところが逆にね、大事になっていきます。まあなんで、初手に関しては、モアイとか方角に関しては、逆にこっちは発掘しなくていいんじゃないかなと個人的には思っています。実際発掘アイテムとかね、報酬が全くないんですよね。なんで、もう端から一個ずつみたいな感じでやっていけばいいと思うんで、特に気にせずね、僕は発掘しない方向でやってます。で、先ほどアイテムの使い方に関しては、こっちに関しては発掘系アイテムを使っていきましょう。まあ、実際に掘ってくれるやつですね。まあ、さっきの探知系のやつ使ったところで、まあ、場所分かってもどうでもいいんだよっていう感じだと思うので、もうとにかく掘ってくれるやつ、特にドリルが優秀なんで、まあ、ドリルとすごいシャベル、こちらを使っていきましょう。で、まあ、やたら周回してもね、こちら交換し終わっちゃったら、まあ、一応探知系も使っていけば、まあ、宝の場所がね、わかると思うんで、まあ、逆に相手避けるとかいうことも使えるかもしれないですね。一マップで、まあ、ドリル横と縦をね、どっちも使うのはもったいないんで、その被っちゃうのはもったいないんで、まあ、そこだけアイテムでね、掘れる場所を被らないようにだけ注意はしてください。まあ、そんな感じですね。もうとにかくもうマップを穴だらけにしていくっていう感じで、まあ財宝はたまたま当たったらまあいいかみたいな感じですかね。またたまにマップ報酬、周回報酬もまあもらえるけどまあいいかみたいな感じです。はい。まあ、結構サクサクね、いいアイテムゲットできるので、まあ結構周回楽しいかなと思っています。そして試合に関してですね、まあイベントに関しては以上になりまして、まあ実際に周回するってことでまあ試合ができると思います。で、チャレンジカップはまずはね、終わらせている方が多いと思いますが、しっかり終わらせてもらって、V ロードか試練に関してです。まあこちらに関しては、もうほんと試練アイテムがどんだけ溜まってるか次第っていう風になっております。足りないならば、しっかり貯めていく。で、どのくらい貯めるのかって話なんですけど、もう6月のエキサイティングまで、まあ育成系イベントがないと仮定した方が一応いいと思っているので、まあ6月の補強分ですね。まあこれから S 契約書とかちょこちょこ当たると思いますけど、それプラスエキサイティングでの補強も考えてですね、まあ、試練アイテム持っておいた方がいいと思いますんで、まあその辺結構より多めに試練でやっていくべきかなと考えています。まあでもそれでもしっかり溜まっている方は、V ロードね、がっつりやってもらえば、基本的には経験値が 1.5 倍になっていますんで、時期的なとこだけ考えると、まあ V ロードがおすすめというふうにはなっています。はい。まあ、もしくは V ロードだけしっかりやる方も、試練は一応スタンプ、カードチャレンジか、があると思うので、ここだけね、このカードチャレンジ3回分だけは、やっておくとか、そんな感じで調節ね、してもらうと、まあ、よりプラスアルファでアイテムがゲットできていいんじゃないかなと思います。そして最強決定戦終わりましたね。お疲れ様でした。いや、僕自身としては、まあだったのかなって感じですかね。一応まあ目標の5000円以内ってところで、まあ自チーム A 契約書がゲットできたんで、逆に、ね、S10% だと嫌だったんで、まあある意味良かったのかなみたいな感じですかね。まあなんか普通にリーグやってて、まあ負担も特になく、まあコストもある程度、他のオールスターよりかは圧倒的にね、戦いやすくなるので、まあやってみたい方は無課金でもね、やってみると面白いのかなと思っております。まあ次回は11月かなぐらいだと思うので、それに向けて頑張っていきたい方は、まあ D ランクのね、同値は残しておくとかね、その辺は、まあスカウトポイント貯めておこうとか、その辺はやっておくといいのかなと思います。まあ、ちょっと前に紹介させてもらったね、コストリーグで18位経験者っていう方もね、まあ、今回またちょっとないって言っちゃったらあれなんですけど、まあ、前回よりもいい成績を残されてまして、ものすごい方だったので、まあ、コストリーグ興味ある方はこちらの動画でね、紹介してるので、やり方とか意識すべきことを確認してみてください。はい、じゃあ最後、S ラン契約書引いて終わると思います。マーケットのやつですね。いや、ちょっとミキサーをセーブでまた追加したくなりまして、ギャレット投手と森選手ね、山川選手も追加だったら狙いが結構多くなってくれましてね、ちょっと追いミキサーを今後やっていこうかと思うんで、まあ、なんなら森選手もしくはセーブの選手が当たってほしいな。セーブ小島だよの人ですね。はい、ちょっと追いミキサーちょっとだけ次回してみようと思っています。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また今後も無課金初心者向けに、まあ、効率よく強くなるための情報を出していきます。ちょっとリーグで上位100名の方ね、集計も取ってきましたので、そちらもまた使用率ランキング紹介とかもしていこうと思います。というわけで、よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。あと Twitter でも YouTube で話してない最新情報の補足のツイートとかもしてるので、よかったら概要欄から Twitter のフォローもお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。